いどうも、ケンジでーす。当たってますね、当たってますね。光当たってますよ。バイオハザード RE3、 続きをプレイしていきたいと思います。前回すいませんね、いろいろアイテム取り残してたんで、この人待たせてました。はい、じゃあ続きやっていきまーす。さあ、とうとうベジータをこの先にワクチンがあるはずだ。 OK、さあベジータをとっ捕まえてやるぜ。さあ行きますよ。なんか走んないんだけど、なんで？あなたは残ったら休んでいられない。一緒に行くぞ。感染してない？本当平気？分かった、やり遂げましょう。はい、大丈夫っすか？いや本当に大丈夫っすか？え、大丈夫っすか？うおーとかいきなりやめてよ。どうとか言わないでよ。はい、さあ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 、うわー、おい、ダイレル、マジかよ。お前まだ生きとったんかい。今よ、頑張って、あともう少しよ。うわー、おー、ダイレル、逃げろ、入れる。ここで走るんすか。うわー、やばいやばいやばい、あばい。おお、素早い素早いですね、このシャッター。うわ、マジで。ああ、消毒、消毒ね、はい、消毒が必要。いやー、ちょっと待って、炸裂、あー、まあ炸裂の方がいいか、とりあえず。いや、これあるだろう、なんかやっぱ。あ、乾燥、ちょ待て、お前大丈夫ね。よし、あー、これなんかカードキー必要なのか。上もある。あー、セーフゾーンですか。いやー、ちょっと待って。お、なんかある。サプライボックス、アサルトライフル。あー、サルトはな、ちょっと使えねえからな。とりあえず入れる。ちょっと待って、どうしようかな。マグナムいるかな。いやー、ちょっと悩むぞこれは。いや、ナインスロア置いとこう。で、勝利じゃなくて炸裂に切り替えといて、で回復はまあ1個あるでしょう。緊急事態で、いや、調合したハーブ、いや、なんかでもアイテム結構出そうだからな。ナイフいらないかな。ナイフいっか、ナイフしまおう。でこれにして、もうナイフいいでしょう。さすがにね、マグナムはまだいらないかな。 AA で炸裂弾か。いや、でもまあなんとかなるか。とりあえずガンパウダースパ、ハンドガンいっぱいあるから、強化火薬でマグナムも欲しいしな。そうだな、とりあえずこんな感じかな。よいしょ、一回セーブ。何でもかんでもセーブが必要。まあ戦ってないけどね。ええ、よし、さあ、なんかあるの、まだ。あ、強化薬来た、まだある。あ、グリーハブ、グリーハブなかった。
ああ、はいはい。いやー、ちょっと待って、お、なんかある。研究員の含む規則、うん、TBS 通称 NEST2 はアンブレーシャの研究の中核施設であるネストに対して技術の実用化を目指す特殊な施設です。主要業務である生物兵器、通称 BOW の製造のほか、 TBS のワクチンや対 BOW 用の特殊兵器の開発などを行っています。業務のように一部危険を伴うものもあります。安全確保のため、含む規則は厳守してください。部外者の侵入や機密情報の持ち出しに関しては特に厳しい処罰があります。あ、違う、罰則があります。ルールの守り、世界一の研究機関で革新的技術を生み出しましょう。おー、地図ね。はい。あはん。あはん。なるほど。で、もうマグマムの弾作るしかないよ、これはもう。はい。マグマム何発？おー、16発、いいねー。いやー、マグナム持ってきたいけどなー、持ってきたいけどなー、まだアイテムありそうだしなー。よし、とりあえずこのでいこっか。はいはい、ごめんなさいね。進行したらこう、とりあえずやっとく。備えあれば憂いなし。さあ行くぜ。いや、いるだろうな、多分な。ここは何もない。やっぱ生きてたか、お前。お、強いね。アイザック・グレーブスの手帳、アンブレラにヘッドハンティングされた時は大喜びした。給料は薄だし待遇もいい。何よりも最先端の医療技術開発に貢献できる。しがない田舎の大学講師に降って湧いた世界一遇のチャンスだと思った。だから私は家族を説得してこの役にやってきた。しかし実際はこの獣の巣で行われているのは人の命をむごらしく奪うための残虐で入れ込みの実験だ。この悪意は世界に向けて溶かすべきだ。私は何度も新聞社に書き込もうとした。だがその度にペニーとケイシーの顔が浮かびできなかった。以前機密情報を持ち出そうとした職員がベータを使い処分をされるのを見た。この町の全てがアンブレラの手の内だ。私を信じてついてきた妻と娘を守るためには命じられる前に仕事をこなすしかない。しかしこの両親に触れたくない。なんだ、お米で振り返す。はい。いやー、ちょっと結構あるなぁ。でもハンドガン弾ゲット。いや、いらないな。ナイフはいらんですな。じゃあ、いけない。あは、こっちもいけない。うん。じゃあ、こっちか。いや、いるよね、結構。お前は平気？大丈夫ね。左判定なし。ここも、あ、何かあるね。お、強化火薬。いや、動きそう。大丈夫そう。ふう、怖い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 。まだあるね。いや、奥のあいつは絶対動くだろう。くまなく探してね、なるべく一回で済むように。
あー、これは何か動かすらしいな。あ、なんかある。ワクチン増産に関する論文。へーへーへー、増産の培養液の役割。培養ベース、すなわち抗原とワクチン培養液を、すなわち補助剤の2つだ。お、増産に関わらないのはね。免疫反応を引き起こし体内からウイルス除去、補助剤はその効果を比較的高める。あ、なるほど。このワクチンを生成器に投入すれば、どれほどの簡単にワクチンの増産が実現できる。私が開発した新型培養液ベースとワクチン培養液は、抗原の免疫効率を比較的高め効果あり、最終的に得られるワクチンの有効性は通常処理で培養した場合の1000倍以上となる。これはいかにワクチンにも有効な増産方法であり、感染症の根絶に大いに不遇することになるだろう。はい、漢字読めません、あんまりちゃんとバカなもんでねさあ、まだあるよね、まだあるよね。いるよね。あ、平気平気、よし。これはオーバーライドキーの生成が完了しました。これは何、これは何だよ。本当にオーバーライドキーが取り出されました。フラッシュメモリー、はい、まだある。こっち行くとまた別だよな。ってことは何かあるな。ん？これをタッチした方がいいのか。ワクチンの生成を始めます。素材をセットしてください。ああ、素材集め。生成？ちょっと作れって。よし、やるしかないわね。いや、でもまだなんかあるな。まだあるぞ、何かあるぞ。俺見落としてる、また絶対。何がある、何かある、何かある、何かある。え、ないの本当に本当に。あ、でもこれのことなのか。ちょっと待って、一回ちょっと待ってよ、一回ちょっと、なんだかんだ結構出てきそう、アイテムがだいぶ出てきそうなんで、ちょっと一回入れます。入れないとすぐ荷物いっぱいになっちゃうからね、本当に。はい、強化火薬はとりあえず、とにかくやっぱマグマムを作るしかないよね。よし、いいぞ。よし、よし、さあ絶対出てくるんだろ、こっから。どう行くんだこれ。 What this? あは？これに行くには、あ、下か。え、でも下降りていけないよね。あー、ちょっとお待ちください。はい、すいません、失礼しました。ちょっとね、おトイレに行ってきました。で、どっから行くんだこれは。こっちは降りれないってことは、下？こ、いや、こっちは行くとこないもんな。あ、カラカラ言ってる。向こう側に渡らなきゃいけないのか。向こう側に行くには、こっちは行けないもん。え、でもこれ下に降りるにはどうしたらいいんだ。
これか。ああ、やっぱり。なるほどね。さあ。一発で当てないとダメなのかな。うわー、ちょっと待って、なんかある。貨物取引所。ほうほう、取り扱いには十分注意。ああ。はい。あ、危ない。危ない。強いなこいつ。強いよ。よし、今度大丈夫。いや、いるね、いるね、いるね。アイテムをね、見逃さないようにしなきゃいけないから。これ下はいけないんだよね。あ、なんかある。あー、ショット。ショットガンの弾怖いよ。はい、炸裂 A。 まだ平気。グリーンハーブにアサルト。アサルトはいらないんだよな。ここはない。一回ちょっとしまう。ちょ見づらい見づらいめっちゃ見づらい。不要なものは本当にしまわないと。何が揃った。結構、あ、 A がいっぱいあるね。マグナムも16発。ガンパウダー強化火薬、アサルトライフルめっちゃあるな。アサルトライフルにしようかな。200か。待てよ。あー、アサルトか。いや、やっぱいらないな。ハンドガンぐらいがちょうどいいけど。あー、逆にハンドガンいらないかな。とりあえずいっか。そうだよな、60、23。そうね、いやでもこれは狙いやすいからな。こっちに行っか。ショットガンがありゃなんとかなる。
しんどれ。します1個ゲット。シュインと培養の培地の入った容器。はい。ああ、抗原サンプル、ワクチンを作るのに必要ね。はい。特殊重核使用申告書。お、ほほ。ほほほ。配送作業者も。おお。比較的危険性の低い通常実験体の取り扱いに特殊重火器の使用許可。ああはいはい、実験体の中に高い再生能力を持つ特殊変異を起こした個体の。ああこれか。この変異体はペイルヘッド、1割の役割で発生する模様、はい、発生源不明。驚くべき速さで起動再生すると多少の能力が低い兵器では太刀打ちできません。もしこのエリアでトラブルを起こった場合は現状対抗手段がなく非常に危険です。聞きました、我々配送業作業者にもペイルヘッドの再生能力を上回る攻撃の重火器を配備していただけないでしょうか。最悪自体です。どこにあんだそれ。ガンパウダー。いや待てよ。ああこれはとりあえず兵器。ここにあんのか重火器。火炎放射器か。うん。とりあえずあとどっかにいるね。どっかにいるよ。どっかにいるよ。いた。アンドワンの弾。その重火器はここにはない。あっそう。ほほほほほほほ。これで次はこの培養研究室に行かなきゃいけないんだよな。ルートとしてはそこ下来ない。来んなよ。絶対こっち下入ってくんじゃないのこれ。違うの。あーやっぱこっちか。あーこっちか。へへ。お前絶対動くだろ。あ大丈夫だった。あーはー。ここも何かあるね。でもいない。レッドハーブ。あー4枠まだ平気か。何ガンパウダー。よし大丈夫、当たり判定なし。まだある。おうサプライボックス硫酸電か。あー硫酸弾増えたな。はい、ある研究員の衣装。ああ最悪にして、ああバザー攻めるでワクチンの、ああ行わなかった。培養液ベースでのディウレス抗原の植え付けを完了した。抗原の免疫力が倍的に高める ワクチン培養液があれば市民全員に行き渡る量のワクチンを確保できる。ワクチン培養液は培養研究所に保管されている。通路にはすでに感染者が落ち着いているが、抗原の培養を進めている間にどうにか確保するしかない。もしも私を戻らなければこれを読んだ者が作業を引き継いでくれ。あみんな懺悔してんだね。ちょっとね、荷物が多くなってきたので、あー硫酸弾の方がいいのかな。アインスロア弾はいらないか。
酸弾、ああ結構増えたな。で硫酸弾入れてガンパウダーは預ける、預ける、預ける、あじゃなななななな、ガンパウダーめっちゃ増えたな。あマグナム作りてえからな。2つ組み合わせるとあれだよね。まあインスロワーとかだもんな。そうね、だいぶ難しくなってきたな。ショットガン使うよな。しゃあね、1個作っとくか。そうだよね、ショットガンは大事だもんな。あーそうね、結構難しくなってきたな。マインスロアは使わないかもな。でまずこれ炸裂弾を2個しかないから、これ6個入りにして、うんうん、はいはいはい、あーこんな感じでいいかな。よし、ハンド、ハンドガンの弾作っとくか。いっぱいあるもんな、ガンパウダー。これで、組み合わせる、OK、組み合わせる、よし、おっしゃ、いくぞ、はーい。怖いからセーブ、大事大事大事、よし。さあ結構これで終盤の方に差し掛かってきたんちゃいますか。あの不死身のやつが強いからな。ここは OK だから次下さあ行くぞ。いやいるだろ、絶対いるだろ。これが動力。開いた。おし、クリティカル。よし、出てくんじゃねえの。チェックチェック。はい、おお、サプライボックス。何ですか？救急スプレー。あは。いや、進むよ。はい。うわあ。うーわー、いるよ、いっぱい。これハンターとか絶対ガシャン出てくるだろう。平気？そうでしょ。あいつらここで生み出されてる。本当だよ。え、炸裂 B かよ、そんな箱に入って。いやーこれハンター B やばいって、絶対これタイラントやん。うわーなーこれ。これはタイラント。タイラントだよ。本当だよ。わあ、ぐるぐる回ってるよ。ぐるぐる回ってるよ。
こっち行けってこと？いや武器、うん大丈夫だろう。よしレッツゴー。上がったらいきなりいるとかやめてよ。アサルトは持ってきてない。あと3枠。あ、なんか、おお、お前はやばい。お前はやばい。あ、くそ。お前は嫌い。危ない。あーやっぱハンドガンじゃしんどいかな。だんだんハンドガンじゃしんどくなってきたな。あー炸裂 B。 炸裂 B だとなんだっけ、硫酸弾か。硫酸弾の方がいいな絶対。よし、よし、うん、新型についてるの初見初見。ネメシス、ヨーロッパ支部の会見。これ面白い。タイラントの脳に新たな生物を寄生させ、それを介することで外部からの追加の、ほう、ラムレの方針というさ、生物利用なんかで人を危険だと言わざるを得ない。ウイルス界中に抑え込むことができ、私はこのように存在するどのように対しても、もちろん資金の豊富さもですよ。じゃあどうだ、世界中の医学者は研究してマラリア現地のワクチンの最下段に関して、TUS はるか複雑な印象を持つ。ほう、君の国ではブレーキのない車で売れるかもしれんが、我が合衆国では誰が買い助かないか。あ、バード。しかし君は経済学の学位を持っていたら、記憶している当然素晴らしい対策が大事。来月のベルリン学会の君の講演に移りなるしみだ。君を確かにこの新たな問題について、医学的解説を探らせていただくよ、敬意を込めて。ナサニエル・バード。この化け物がネメシス。ネメシスだよ。お前さっき撃ったやんけ。よし、はい。炸裂 A、 ガンパウダー、まだある。はい、試験か。教材、光源と合わせれば免疫システムを強化できる。よし、これでもうとりあえず OK。 じゃあ戻ります。戻るときになんかありそうだな。怖えな。大丈夫、ちょっとアサルトにするか。狙いやすいんだけどな。これ絶対出てくる。絶対これ出てくる。絶対ハンター出てくると思うよ俺。怖え。ほら来た。ほら。ほら。ほら。ほい。ほいた。だい。ほらほら言わんこっちゃ。はあはあ痛い。ほらね、もう言わんこっちゃな。わかるよ流れ的に。ちょっとこれ戻っ
ってアサルトライフルにしよう。もう敵が強いわ。ちょっとハントガンじゃ落っつかなくなってきたね、さすがに。ああ痛い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 。いやちょっとね、もうマジだ。はい、もうこっからアサルトライフルでいいでしょう。はい、でこっち入れる、ガンパウダー、はい、炸裂 A、 よし、炸裂 A だと AB で勝利なんだよね。あ、いやこんだけあるから大丈夫だろ。硫酸弾もあるしな。硫酸弾ってあったっけ。あるね。はい、うん、 OK。 はい、一回セーブ。あーじゃあ、あ、いやいや、ここでちょっとね長いね。はい、じゃあ一回ちょっとここで終了させていただきます。動画最後までご視聴ありがとうございます。ゆっくりでございますけども、少しずつ進めていきたいと思いますので温かく見守っていただけたらと思います。よかったら、チャンネル登録、いいねなどよろしくお願いいたします。それでは次回をお楽しみに。またねー。